ス2キロを目標にしたいと思います。じゃあこれ自宅でできるライズアップやってみます。10カメラ体重 54.5キロ、ウエストは 68.2センチ。なぜかここに来てガッと増えました。考えられる理由は、昨日全く動いてないんですよね。あと生活が不規則で、昼間ずっと寝てて夜寝ずに徹夜したんですよ。その変な生活が響いたのかなと。おやつをね、ヨーグルトとコーヒーと2回取ったんだけど、それはねそんな関係ないかな。それよりも動いてないことと寝てないことの方が影響してるんじゃないかって思いました。朝はサバ缶とキノコの炒め物とローストビーフです。サラダがないっていうね。もうね、正直言ってね、まあ、サラダ食べたくないっていう気持ちと、冷蔵庫のね中をね片付けたいんですよ。半端な食材がいっぱい余ってて、それを何とかしたいで、こんなメニューになりました。おやつに無糖ヨーグルト、昼食は牛肉の甘だれ炒めプレート、冷蔵庫の残り野菜で作りました。もう肉と野菜が入ってるんでね、これ以外は食べませんでした。で、日が沈んでからまた運動のために外に歩きに行きました。ポケモン GO を持って歩いたら面白かったんで、ポケモンを捕まえつつ歩きました。2週間のライズアップ生活をやってみた結果、体重53.5キロ、マイナス 4.2キロ、ウエスト 66.8センチ、マイナス 4.7センチでした。どう、俺ちょっと痩せましたか？あんま変わってないかもしれないけど、こんな感じです。顔痩せだ。ただね、当初の2週間のプラン、本の通りにやるっていうのは守れませんでした。守れなかったっていうのは、ご飯とかお菓子とか余計なものを食べてしまったっていうことではなく、メニューを全部食べきれなかったってことです。で、この2週間の間、本当にあの動画に出したものしか食べてないです。サラダとか時々残してたんで、だから全体通して本に書いてあるプランの3分の2ぐらいしか俺食ってないんじゃないかな。そういう意味で本通りではなかったって、こう実際にやってみた感想なんだけども、良かったところたくさんあります。紹介されてるメニューが本当にどれも美味しいです。よくできてる。油も使っていいし、マヨネーズも使っていいし、味噌も使っていいし、どれも美味しい。まあ俺サラダが嫌いだから、サラダは嫌だ嫌だとは言ってたけども、サラダが好きな人からすれば美味しいサラダだとあれは思います。ただ良い食材を用意すること、新鮮な野菜と、新鮮な魚、美味しいお肉、食材のクオリティが高いということと、作る人の腕ですよ。作る人の腕、料理が下手な人が作ったらそれはまずいと思うよ。だけどもいい食材で上手に作ればどれもすごく美味しいです。だからね、量も満足。俺はね、もう動画の中で食べれない食べれないって言ったけど、本当にねたっぷりあります。ただ食べ盛りの10代とか若い20代の人がやると少ないとかって感じる人もいるかもしれない。3つ目、料理はね簡単なものばっかりなんですよ。2品一度に作ってもどれも大体30分以内でできるものばっかりです。初めて作る人にはね分かんないけど。4つ目、見た目が美しい。料理の俺の動画見てる人も思わなかった？なんか美味しそうだなって。料理の見た目がねどれも彩り豊かで綺麗なんですよ。だからやってて美容と健康を意識してる美男もしくは美女っていう感じがして、例えば最近の若い子なんで自分の食べてるものをね Twitter とか Instagram とかにアップする人もいっぱいいるでしょ。俺ライスアップ飯は見栄えがいいんですごく載せてもかっこいいと思う。ただこれも盛り付けのセンスだとか写真の撮り方によるよ。その辺が俺はやっててよかったかな。で、しんどいところ、これもいっぱいあった。しんどいところはね、まずこれですよ。食材を買い集めるだけでも大変。毎回あの料理の本をメモしてスーパーに行くわけですよ。特にね、海鮮類、イカ、エビ、タコ、魚みたいなものは鮮度が命じゃん。で、保存が難しいので、しょっちゅうしょっちゅう新鮮なものを買いに行かなきゃいけないんだよ。だから買いだめっていうのができない。それが大変だった。2つ目、もう単純に料理を作るのは大変です。ずっと家にいる人はいいんだよ。だけども3度3度朝昼晩朝昼晩って作るのは現実的に難しいと思う。これは学生さんも多分難しいと思う。だって学校行ってるからね。サラリーマンとか OL みたいな働きに行ってる人も朝昼晩3度3度ご飯を作るっていうのは難しいと思うんだよな。お弁当にしにくい料理もいっぱいあるんで、ずっと家にいる人はいいけども、外の用事がある人は正直現実的ではないと思った。大変だね。誰かに作ってもらえればいいけどね。3つ目、これね動画の中で言わなかったけど、
これがきつかったのが、残った料理と余った野菜の保存が大変。本にね載ってるレシピはね、なぜかね2人前なんですよ。でも食べるのは当然1人前なわけじゃん。あと残った1人前どうしてくれるんだっていうね、毎回それがすげえ困った。スープとか煮物は次に置いておけるよ。だけどサラダなんてさ置いとけないじゃん。だから俺は本に載ってるレシピの2分の1の量にして分量を測って作ったりしてたんだけども、なんで2人前なのか、あのレシピもちょっとダメだと思ったら、別にあの本は2人で一緒にやりましょうっていう本じゃないのに、なぜかね全部2人前なの。だから誰か一緒に食べてくれる人がいればいいと思うんだけどね。4つ目、お金がかかる。これはね動画見てる人の中にも何人か指摘してたよね。お金かかるんじゃないですかこれって。って全部が全部高い食材じゃないんだけども、何度も出てきた海鮮プレート、タコとかマグロとかさ、刺身用じゃないと美味しくないんで、ローストビーフとかカロリーオフの甘味料なんかはかなり高い。だから自分で生計を立ててる学生とか社会人には厳しいかもしれないね。5つ目、鍋や食器など後片付けが大変っていうことですよ。これも動画に出てなかったけども、料理を作れば当然汚れ物も出るわけで、特にライザップのメニューは茹でる料理が多いんですね。だから大鍋を何度も何度も使うんですよ、茹でるための。それといちいち目方を測って作るんで、小皿なんかの洗い物も増える。だから食材買ってきて料理作って食べて、その後食器を洗ってっていうのがもうすーげー大変だった。毎回毎回まとめとしては2週間にやってみて、長かったような短かったような気がするんだけども、まあでもね、なんか一つのことにね一生懸命やるっていうのは楽しいことなんで、俺は良かったと思ってます。楽しかった。でこの自宅でできるライザップの食事編、これからやってみようかなって思ってる人に対してアドバイスだけども、うまくやる方法をね、なるべく安い食材でできるメニューを優先して作るといいと思う。お金をかける必要なんて俺ないと思うから、あとなるべく作り置きできるメニュー、スープとか煮物とか、それを中心にやるのがいいと思う。でサラダとかもね、別にあの通りやらなくても生野菜を食べればいいよ。俺はあの本通りやってみようっていうのが一個チャレンジだったんだけど、いきなりね全ての食事をライザップ飯にしなくてもいいと思うんだよね。今の生活の1食だけライザップ飯に置き換えるとか、週末だけやるとか、それでもね俺十分な効果をね得られると思います。興味がある人はやってみてください。